ウタさん。星崎さん、あの後体調は？私ははい大丈夫です。そっか、よかった。ごめんなさい、私のせいで皆さんに迷惑を。ううん、それはいい子なしにしよう。ありがとうございます。記憶はどう？まだ整理がついていません。確かに自分の身に起きたことだってわかるんですが、でも実感がどうしても湧かなくて。今の自分と昔の自分か。今の歌さんは中途半端な状態。フラグメント再接続はできず、途中で心トープから追い出された。だから昔の自分に戻ることもできず、今の自分を確立することもできてない。いずれもう一度あそこには行かないといけないと思うけど。はい、今はやめておいた方がいいと思います。どうなってるかわからないしね。いた。キララ、ユザさん、どうしたの？気になることがある。ちょっと確認したい。途中で脱出せざるを得なかったとはいえ、何もわからなかったというわけじゃない。そうでしょう、アオ？うん。私は痛みが欲しいの。人のいない世界なんて意味がないじゃない！って感じで、記憶の中の歌さんがよくわからないことを言ってて。人のいない世界、皆さんの言う初期化のことでしょうか？そう、その初期化に関して話したいことがある。話したいこと？あの敵がクラックから出てきた時、声を聞いた。声？キララが聞く声って？そう、神の声。じゃあ、あの外から入ってきたのは神様ってこと？そうかもしれない。世界システムが送ってきた存在なのだから。壁が割れた瞬間、頭の中に情報が流れ込んできた。それはキララたちを消せという命令。消す？殺すじゃなくて？神に殺すなんて人間的な考えはない。世界にバグが生じたからまとめて消す、それだけ。初期化というのは単なる比喩じゃない。キルではなくデリート。その目的を遂行するため、世界システムから送り込まれた消滅機構、それこそがあの敵の正体だ。正真正銘、世界をまっさらな状態に返そうとしているということですか？なんでそんなこと。世界システムの考えることなんてわからない。そもそも神に考えなんてものがあるのかも疑問だ。神はただ仕組みに従って動いているだけ。世界システムとはそういうものだ。分かっているのは、灰がその初期化現象の現れだってこと。私たちはその初期化現象から逃れたってこと。残った私たちも逃さず消すため、消滅機構が追ってきているということ。そしてそれでも私たちはシステムにされるがまま生きていくしかないということ。
横暴だ横暴。なんとかして世界の断りに抗う必要があるんですね。少し考えさせて。ちょっと相談してみる。今まで何か引っかかったこととかあったっけ。そうだな。すでに世界は滅んでるってこと。簡単には信じられないけど。可能性の話ではあるけど、そういうことになるのかもしれない。初期化は 99% 完了した。でも私たちが 1% として残ってしまった。だから消滅機構は私たちを消そうとしてるんだね。もし本当にそうだとしたら、お父さんもお母さんも友達もみんな。ああ、くそ。考えれば考えるほど息が詰まる。 1% くらい見逃してくれてもいいじゃんね。そうもいかないからシステムなんでしょ。いや、神の考えることなんてわかんないけどさ。考えたくはないけど、キララの言う話が本当である可能性は捨てきれない。だから私たちも今まで以上にいろいろ考えていく必要があると思う。3人に集まってもらったのもちょっと気になることがあったからなんだ。気になること？勇気のこと。ん？私？記憶を取り戻してないのは勇気だけ。当然取り戻す必要があると思うんだけど、勇気ってさ、心トープが出るの遅くない？ちょっと前にミオさんに聞かれたことがあるんだよね。ちなみに今はみんな記憶を取り戻せているの？勇気がまだだよ。どうして？特に理由はないんじゃないかな。単純にまだその時が来ていないだけで。って思ってたんだけど、改めて考えるとやっぱ変な感じがするんだよ。その人の大切な思い出にまつわるものを作れば心トープが出てくる可能性がある。この考え自体は間違ってない。だとすれば機会は結構あったよね。うん、ゆうきちゃんはずっと学校魔改造計画って言って施設を作ろうとしてたし。ゆうき自身も作りたいものいろいろ提案してた。その中に
勇気の大切な記憶にまつわるものが一個もなかったってこと？本当に？ねえ勇気、そのあたりどうかな？私の記憶？いや、ごめん。わかんない。なんでだろう。私も全然意識してなかった。違う。意識してなかったんじゃない。私、思い出したくなかった。地上から全部の教室を見て回ったけど、どこにもいない。プールの方も。そんな、ダメだ、見つかんないよ。外周をぐるっと回ってみたけど、痕跡すらなかったわ。本当に目の前で消えたんですか？でも信じられないけど。記憶の話をしたら動揺し始めて、その後突然消えちゃったんだよ。ねえゆずさん、こんなことってあるの？いや、ないと思うけど。まさか私も知らない何かがある。ゆきちゃん大丈夫なのかな？何か危ないことが起きてるんじゃ。そんな、ユキ雰囲気が重い。いつも明るいユキがいないから。ずっと出なかった心トープが出てきた。でも代わりにユキが消えた。あの時のユキちゃん、思い出したくなかったって言って消えたのです。思い出したくなかった？元の世界の記憶をってことですか？ユキ自身もなんでそう思っているのかわからないような様子だった。まるで抑え込んでいた気持ちが溢れるみたいで。抑え込んでいたか。単純に私は疑問だったの。最初からこの世界にいるのに、なぜ記憶が戻っていないのかって。そこに何か理由があるのかはまだ見当もつかないけど。私はここであれこれ考えてたって仕方ないと思う。だって勇気の考えることなんてわかんないよ。ずっとそうだった。だからもう勇気の心トープに行くしかないと思う。あいつが何を考えているのか知るためにはそれしかないから。それもそうね。どれだけ考えたってそれで勇気が返ってくるわけじゃない。
確かにその通りだ。とにかく行動に移そう。勇気がいるとすればもう心トープくらいしか考えられない。大切な仲間なんだ、探しに行かなきゃ。うん、1秒でも早く勇気ちゃんを見つけないと。私は勇気の本当の思いを知りたい。みんなもお願い、力を貸して。星崎さん、今お時間ありますか？うん、大丈夫だよ。てか、なんかあったの？なんだか暗い顔してる。特にはありません。でも少し相談したいことがあって。うん、私でいいなら相談に乗るよ。ここなら落ち着いて話せるんじゃないかな。そうですね。立ち話をするより座って話す方が落ち着いて話ができます。そういう意味じゃないんだけど、まあいっか。で、相談って？実は私も皆さんと親しくしたいんです。でもなぜかうまくできなくて。ウタさん、昔は怖い人だったってみんなに警戒されてるとこあるけど、やっぱ気にしてたんだ。私もここに来たばっかの頃はちょっと浮いてた気がするし、一緒に過ごしてくうちに馴染んだ気がするんだ。だからウタさんもきっと。私には星崎さんの言葉がどのような意図の嘘なのかはよくわかりません。でもそれが嘘だということは理解できます。嘘か、そう言われちゃうとちょっときついかも。星崎さんは自然に人と親しくなれる人です。でも私は違います。だから嘘だと言ってしまいました。すみません、傷つけるつもりはなかったんです。いや、ちょっとびっくりしただけだから。つまりウタさんも自然に馴染めるってとこを嘘だって思ったってことだよね。はい、私には無理ですから。じゃあさ、ウタさんはどうして自分は違うって思ったの？私は人の気持ちを察することが苦手なようです。何か間違った発言ばかりしてしまうようで、多分発言した言葉通りにしかその言葉を理解できないからだと思います。さ、ウタさん、間違った発言って何だろう？それは今のように星崎さんの気持ちを傷つけてしまうような。だから傷ついてないって。私も気楽な言い方しすぎてたし、それにウタさんの言うことが全部間違ってるなんて私は思わないよ。どうしてですか？誰だって相手の気持ちがいつもわかるわけじゃないし、あとさ、思ったんだ。ウタさんが丁寧に話してくれたおかげでウタさんの気持ちがわかって嬉しかったって。嬉しかったですか？そんな風に言ってくれるんですね。うん、だからみんなともしっかり話せば気持ちは通じると思うんだけど。
ウタさんが困ってるのってそういうことじゃないんだよね。はい、気持ちは目に見えないのになぜ皆さんは会話の中から読み取れるんでしょう。そこそこ、感情なんて形がないものなのに、私普通にみんなを分かってる気でいたんだよね。ウタさんに言われて思ったんだ、どうしてそれが当たり前って思ってたんだろうって。だからウタさんが悩んでも当たり前だと思う。私だって空気読めなかったり普通にするもん。じゃあどうすればいいのかっていうと、やっぱすぐにはいい考えって浮かばないな。いえ、星崎さん、ありがとうございます。私のこんな話を聞いてくれて。こんな風に悩んでいるのは私だけ。私がおかしいのだとばかり思っていました。そして過去の私は自分を孤独に追いやり罪を犯したのでしょう。でもそれは今の歌さんじゃないよ。だからさ、一緒に考えようよ。一緒にですか？でもどうしてそこまで。うん、歌さんと友達になりたいからかな。私と友達に。なぜなのか理解できませんが嬉しいです。うたさん、私もうちょっと考えてみるね。行き先はどうしよう。出発だね。
よいしょっと。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 
よいしょっと。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 Thank you.
よいしょっと。よいしょっと。何かに使えそう。ごめんなさい。えへへ。